いらっしゃい。大将、今日はホワイトデー、直訳すると白い日だよ。雨上がり決死隊の宮迫さんはオフホワイトデーだね。中谷雄心のオールナイトニッポンモバイル。中谷雄心です。第101回目の配信が始まりました。大阪府松原市出身、22歳、シンガーソングライターで役者もしております。3月19日には下北沢ラグーナでサリーマンライブに出演します。はい、よろしくお願いします。オフホワイトデーということでね、まあ会ったこともないすごい、人をディスるという、なんかねちょっとビクビクしておりますけれども、はい、オフホワイトデーね、ホワイトデーね、そうっすね、バレンタイン今回もらったんですよ。今年も事務所何してたかというと、モンスターズの稽古中だったんですよ。先週言わせてもらったモンスターズのコンサートね、それの稽古中で一緒に出演してた女性陣の方から、もらったりしたんですけれども、何がベストなんですか、返すのは。何、お菓子はお菓子で返すものなのか、ホワイトデーほどザックバランというか、ザックバランというか、なんかね正解がわからないものないんですよ、僕の中で。今までは、なんだろうな。でも、もらったら返さないといけないじゃないですか。だから、もらわないようにしてたかもしれない。僕があんまり、こう、まあ、もちろん好きな人とかにね、もらいたいですけれども、まあ、対して僕、恋愛もそんなにね、してないんで、なんだろうな。そうっすね、ホワイトデーどうするって言われた時一番困るかなって思いますね。なんか人の真似したり、それこそちっちゃい頃はお母さんに選んでもらったりしてたんでそうね、チョコをチョコで返すの、チョコで返すのありだと思うんですよ。でもお菓子なんですか、正解は。なんかもらったものを同じようなもの感じのもので返すって、なんかこれなんやねんって僕思っちゃうんですよ、このやり取りこれ何って思う。チョコもらってチョコ返して、これなんなんって僕は思う人なんですけど食べたチョコを食べたで、まあ同じような美味しいチョコを相手にあげて、相手チョコ食べた、これ何って、これ僕はですけど、この行事なんなんだと思ってくる人なんですけど、だからこそ、そう、気持ちのやり取りとはのことはもちろん分かってるんですけど、だからチョコをもらったら、まあ例えばクッキーとかね、なんか違うものの感じで返したいっていう気持ちはあります。例えばまあ可愛い靴下とか、変な話、なんかそういうシャレこじゃれたもんで、まあもちろん高いものをではないですから、ホワイトで渡すものではないと思うので、なんかこじゃれた小物を渡せればいいかなと思います。なんかちょっとね、インテリアの置物とか、なんかその人に合ったものを渡せればいいんですけどね。なんか人気者の人はだから大変ですよね。すっごいチョコもらっていろんな人に返さないといけないと思うし、こじゃれたものをね返さないと。ホワイトデーで、あ、この男こんなお返ししてくるんだっていう、多分女性の目線もあると思うので、嫌な目線ですけどね、はい、あると思います。僕もね、なんかそのくれた、女性陣には返そうと思ってますけれども、まだ悩んでおります。配信前なのでね、これは収録してるので。3月14がホワイトデーなんですか？ああ、了解しました。今からですね。今から準備にかからないと。やだな。どうしようかな。皆さん、僕、ツイッターとかいろいろやってるんで、ちょっとアドバイス送ってくれないかなって本当思う。だから女性側の意見を聞きたい。何もらったら嬉しいのかとか。そうね。ツイッターで聞いて、ああ、ホワイトデー、何でも、それ聞いたらダサくないですか、なんかちょっとね。まあ、選びますよ。そんな僕、たくさんもらってるわけじゃないんで、僕も。
はい、あと、あ、そう、これ言いたいんですけど、あのグレイテストショーマンっていう映画を僕この間見たんですよ。それがですね、あの異常に良くて、ただただ紹介したいっていう気持ちで、あの言わせてもらうんですけど、あれはね、みんな見た方がいい。本当にこれマジで見た方がいい。あと、しかも劇場で見た方がいい。音がやっぱりすごい迫力あるっていうのももちろんあるんだけど、なんかね、あとやっぱ大画面で見るっていうだけで迫力が違うし、真っ暗な状態、部屋あの中でこうね、映画館でやっぱ迫力がね 1.、まあ、2倍3倍ぐらいになると思うんで、 あれ素晴らしい作品ですよ。あの、あんまりネタバレ、めっちゃ楽しみにしてる人もすごい多いから、人気な作品なんでね、あんまネタバレは言わないですけど、ストーリーもすごい良くて、なんかこう、まあミュージカル映画ですから、心情が歌になるわけなんですけれども、なんかね、すんごい来るというかね、あ、なんかこう画面越しにビン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 、こうパワーとか気持ちとか、なんかいろんなものが伝わってきて、で曲も素晴らしいしって、なんか久々にこんな、なんか放心状態のようなね、映画見終わって、こうなんかこう言葉が出ないという感覚になったのが本当久々だったので、こうすっごい僕は衝撃を受けたので、皆さんにもこの体験してほしいなと思って、ぶっ込みました。いつまでやってるのか知らないですけど、まあ、結構長いことやってるんじゃないですか、すごい人気の作品だから、あの行ってみてください。本当にね、いい作品なので、僕からのおすすめ映画、最近のナンバーワンです。はい、そして企画に行きましょうか。今回の企画はソレイケユーシンです。番組から出されたミッションをクリアするために、僕が必死こいて汗をかく企画です。これまでに16曲のオリジナルソングを作りました。先月はテーマが去年作ったバレンタインソング、ビター&スイートのアンサーソング、曲調がボサノバ Y というタイトルで、曲を作って歌いました。僕この Y 好き、意外と。Why, why, あなたは、みたいな曲なんですけれども。なんかちょっと、カフェでかかってほしいなと思いながら作った曲ですけれども。はい、もう17曲目ということでね、そうですね、今回のミッションはこちらでした。カントリー調で桜ソングを作れ。はい、そうですね、これ意外と難しかったなと思うんですけれども、何が難しかったかっていうと、あの作るんですよ、カントリーね。で最初はギターを鳴らして、ね、あー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 っていう、なんかうにゃうにゃ言葉で作るんですけれども、うにゃうにゃ言葉で作ってたらカントリーソングに聞こえるのに、日本語歌詞を当てはめていったら、あれ J-POP に変わったみたいな現象が起こるんです。だから、これはメロディーが悪いのかとか、歌詞のこの音の当てはめ方が違うんかとかね、いろいろやっぱ日本語と英語というその境目もぶつかりながら、いろいろ悩みましたね。はい、なんだろうな。でカントリーの曲って意外とサウンド感で表現されたりするものもあるんですよ。例えばバンジョーとかね、なんかそういう楽器であれが鳴ってるから、あ、カントリーだなーって思えたりする。しかもあのそうだから、カントリーの曲をいっぱい僕聴いたんですけど、今回やるにあたって、でギターのコードとかね、いろいろ調べたら意外と普通のことしかしてないんですよ。普通のだから同じような、全く同じコードで、多分 J-POP の曲もあると思うんですけど、なんか例えばね、こないだやったボサノバってボサノバコードみたいなものがあったりするんですけど、そういうのが全く、カントリーだからカントリーチックにするためにはこうするみたいなものがないんですよね、まあ、小手先みたいな技術だから、そういうのがないから余計にね、メロディーで表現するから、あのメロディーでね、カントリーチックを表現したくてやったから、こう日本語というところで、ぶつかったんですけれども、なんとか、カントリーっぽくしたつもりでいます。はい、しかもカントリーシンガーになったつもりで僕は歌います。はい、だからこうそうですね、気に入ってもらえたらなと思うんですけれども、今回そうですね、3月14日ということで、もう卒業式のシーズンも近づいてき、ますので、桜ソングということで
なんか卒業式にかかってほしいなみたいな感じで、曲を作りました。はい、タイトルはだから卒業です。まあ、とりあえず、聞いてもらおうかなと思います。皆さん聞いてください。卒業。何もない通い慣れたこの道も、馬鹿して笑って傷ついたこの教室も、こんな風にして全部全部過去になってゆくんだね。桜が舞い散った、もう会えないわけじゃない、分かっているのに涙が溢れてきた。桜が舞い散って最後の帰り道、優しく彩る舞い散った、君に言えてない好きの二文字はどうしたらいいんだろう。桜が舞い散って最後の帰り道、優しく包んだ小さな制服、涙を拭った。いかがだったでしょうか。はい、そうなんです、卒業ソングを作ったんです。僕は桜ソングですけどね、桜ソングイコール、卒業ソングみたいな捉え方をして、あのね、この曲の歌詞にこうね、帰り道に桜が散ってみたいな歌詞があるんですけれども、僕の高校のその門まで下駄箱だから出てですよ。で、その校門を抜けるまでの道が桜の並木みたいになって、すごい綺麗だったんですよ。だからそこを思い浮かべて、こうその道が妙に切なくてですね、卒業式帰る時この、で桜がまた散ってて、またそれも余計切なくて、そういうなんか風景がパッと浮かんできたので、なんか本当自分の卒業式の風景を歌詞にした感じですね。で、僕特有のすぐラブソングにする技術で、あの、ちょっとあの恋愛感も入れたような、曲になってます。はい。はい、さあ次回のミッションです。まずはテーマと行きたいんですけれども、あの次回のテーマはありません。なぜかと言いますと、ここで番組から大切なお知らせです。2016年の4月からお送りしてきたこの番組ですけれども、この春中谷雄心がオールナイトニッポンモバイルから卒業ということになりました。はい、丸2年ですけれども、本当にありがとうございました。リスナーの方含め、もうこのねオールナイトニッポンモバイルをやってくださったスタッフさん含め、もう本当に感謝でしかないですけれども、あの3月いっぱいまでは放送されますので、これ含めてあと3回ですか、これ含めだから残り2回配信はあります。ね、
いろんなメールも送ってくれたと思うんですけれども、もう2年やれてよかったです本当に。だから100回なんて迎えれると思ってなかったし、まず最初のこと言えば僕にまさか日本放送で番組を持たせてもらえるということが、ね、想像もしてなかったので、こんなに、しかもこんなに長くやれたことを本当に、感謝しております。ここででもあのこうすごい、振り返るというよりは、残り2回でね、いろいろこのラジオのことを振り返っていきたいと思っておりますので、ね、ここで全部喋るんじゃなくて、来週にも、来週の分も皆さんに聞いてほしいなと思いますけれども、あ、ちなみに来週はそれいけ有心スペシャルなので、ちょっと今回と似てるところもあるかと思うんですけれども、番組で作った17曲を振り返りつつ、何曲か生で皆さんにお届けしたいと思っております。はい、ぜひ聞いてもらえればなと思います。以上、それいけ有心でした。中谷有心のオールナイトニッポンモバイル。101回目も終わりの時間です。はい、なんか第101回目っていうのもなんかね、プロポーズ感が出てきてますけれども、僕の中で101回目ってなったらプロポーズが僕の中では出てくるんですけれどもね。はい、まあそんなことはいいですけれども、番組もあと2回と迫っておりますけれどもね、急な発表になって皆さんにもちょっと申し訳ないなと思いつつ、でもモバイルですから、これってはい、番組が終わってもデータとしては残る、あ、残るので、ね、本当にだから100、まあ今回は101回目ですけれどもね、こんだけたくさん収録してデータのように残してくださってるってことなので、この番組が終わっても何回でもね、遡って番組を聞いたりしていただけると嬉しいかなと思います。はい、そしてお知らせがございまして、3月19日スリーマンライブ、Let's Do Things、 はい、下北沢ラグーナにて、ライブが行われます。よかったら来てください。そして、5月10日にツーマンライブですね、アラウンド&アラウンド、香川博光さんとシングシングシングのサードシーズンの優勝者の方なんですけれども、セカンドシーズン優勝者、サードシーズン優勝者、この2人で、ツーマンライブをしたいと思っておりますので、よかったらね、来てほしいなと思います。そして、ちょっと日付は戻りますが、 CIA キューブ、僕の所属しているキューブ、の若手サポーターズクラブの春のファン祭りっていうね、イベントが3月26日にあります。場所は山のホールというところで、すごい広い会場なんで、皆さんに、本当たくさんの皆さんに来てほしいんですけれども、チケットがまだ販売しております。よかったらチェックしてほしいなと思います。そして公式モバイルファンクラブもございます。アイシングユーシング、ホームページをチェックしてみてください。番組に感想など送ってください。受付メールアドレスはユーシンアットマークオールナイトニッポンドットコム、ユーシンアットマークオールナイトニッポンドットコム。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組は毎週水曜日に更新されております。次回もぜひ聞いてください。よろしくお願いします。中谷ユーシンでした。バイバイ。少し元気ないみたいだけど、僕でよければ友達にならないか。思いカバン背負って歩いて、一人飲みの場でいつも酔って。